も皆さんこんにちは、ソメチンユーよ。今日はね、超綺麗な釣り場に来ましたわね。もうね、透明すぎる。今回はここでね、大物を狙って釣りをしていきたいと思うわ。待って、やばくね、ちょっと待って、やばいやばいやばい、いろいろいるわ。多分ね、あれはムツかしらね。さらにちょっと遠くの方、遠くの方にはね、あれ何かしら、イワシ。やばい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 、やばい、これ 100% 釣れんだけど。トツカル剣を使っていくわ。仕掛けはこれ、中田部署ポリを使っていくわ。これはね、ぶっ込み釣りで、もうあっちの遠くの方にぶん投げて、で、しばらく待つ。で、見て、ボロ。いや、こんな綺麗なところだったら多分美味しいわよ、これ。今回はこちら、スーパーに売ってたサバの切り身を使うわ。もうこれはね、マジで臭いから、もう絶対魚寄ってくる。こういう感じでつける。あんまね、針を出しちゃうと、ぶん投げたら根掛かりしちゃうのよね。だからこれがおすすめ。仕掛けも無事完成したわ。そして見て、ほら、こういう感じで、糸が出なくなったら、回転ついたのかしら、からこれで巻くと。これでピンってさせることによってね、広瀬すずが反応してくれますよ、と。広瀬すずの千円チャーシュー。ここは、次はこちら、棒付き仕掛け。これはね、見て、こういう感じで、針が2つついてて、下に重り。堤防に垂直に落とすことがいいんだけど、テトラだとこういう感じで投げた方がいいのよ。で、下がね、見えるかしら。海底はね、ゴロタバって呼ばれるね、石がたくさんあるところになってて、根掛かりがしやすいの。だから今回はね、こういう感じで投げてやっていくわ。餌はね、これまずサバを下の段につける。で、ここにはね、今回ね、特別。このね、マルキューの食わせ大きい網。これを使わせてもらうわ。エビの尻尾の付け根に、完璧。ほら、こういう感じで、上、下、みたいな感じで餌を変えることによって、魚の好き好みにも合わせて釣れる。さあ、まずは足元に落としていくわ。ここで、千円、チャーシュー。これで糸のたるみを取る。わかりやすいわね、これ。実はどうよ。お、来た来た。動いてる動いてる。お、行きそう行きそう行きそう。お、来た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 。そしたらまた。出てきちゃうから。そう。千円チャーシュー。はい。来た来た。これはね、オオスジイシモチっていう魚ね。よし、取れた。千円チャーシュー。よし、オオスジイシモチゲット。これ面白くてね、口の中で子育てすんの。もう一回ぐらい行くわ。振り干し器千円チャーシュー。いってらっしゃいませ、ご主人様。この町がみんな苦手な人が多いけど、やっぱね、すぐ釣れるところだね、楽しいわよ。いや、なんかなんとなくサバよりエビが好きかもしれないわね。私もエビ大好きで昨日スシローで食べたわ。待って、やばい、これこれ根掛かり、これは地球釣れたパーティー、無理か。これうわ最悪、ちょっと待って、うわやっ、うわマジかマジか、早速で切れた。これ最悪なんだけど、まあ仕方ない。いう風に使えなくなっちゃっても、ただ捨てるのもったいないから、まずここを切る、ここを切る。で、そしたら針だけになるでしょ。ここにね、餌をつけてそこに落とせば、自然な感じで餌の重りだけでさーっとゆっくり落ちていくからね、魚がかかったりもするわよ。さあ、こんな感じ、ちっちゃめにしたわ。これで投げる、こんな感じよ。これはもうこういう感じで漂わすとか感じ。待って、やばい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 、見て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 、大きさ、おいってるやつになんか食い始めてる。やばいやばい、来たんちゃう、これ名物台かな。めっちゃいるわ、めっちゃ食ってる。来たんちゃう来たんちゃう来たんちゃう、
念仏だ。バス持ち千円ちゃん。ちょ、やめてやめてやめて。私、うわ、何？え？ジブリのやつやん。サマーシーンだし。サマーゲームは、千円ちゃんし。食わないか？食わないのね。あ、いや、こっち狙ってんの？あげないの、絶対。それ食え。あげないわ、絶対魚は。シギちゃん、セイエちゃんしよう。そろそろ食材を臨むと思ったので、お家に帰りましょう。間違えたか。エジトに帰りましょう。さて、早速ね、魚をさばいていくんだけど、まずちょっとさばき方簡単なの教えるわ。まず魚をこういう風にして、そしたらここからね、包丁を入れる。背骨が当たるように、よくね、注意しながら。聞こえる？これ今背骨に当たってる状態よ。ほら、ここまで出たら、ここに背骨があるから、これを避けつつ、こういう風に。で、少しずつね、スライドしていくとね、だんだんね、こういう風になるから、最後、そしたらここを、こういう感じで。OK。でね、逆がちょっとむずいんだけど、こういう風にして、さっきと全く同じ感じでこういう風に行くわ。そして次はね、ここに骨があるから、こういう風に切っちゃう。さあ、ここが一番難しいけど一番気持ちいいであろう、魚をさばく時の。ここからね、ここをこういう風に人差し指で押さえて、ここから包丁を入れて、でね、こういう感じで。失敗しちゃったけど、皮をね、引くの。ちょっとリベンジさせて。押さえて。よし。どうよ。ほら、あー、まあ。ほら。キャンセルしたわ。大筋しもちと念仏台の刺身。では、命に感謝。いただきます。さあ、私は大筋しもちが食べたことがなくてね。どういう味か気になる。お醤油をちょこんとつけて。いただきまーす。これ最高だわ。身が、すごいね、柔らかくて、プリッとしてんのよ。でね、油もさばいてる時から分かってたんだけど、なんかめちゃくちゃね、乗ってる。だからちょっと手がね、ペトッ
ペトペトする。ほら、わかる？この油。そしてね、本当に、やはり、淡白でございますね。これ、皮ついてんのはどうかしらね。いただきます。これ、皮があっても美味しいわね。あのね、本当に臭いところだとね、皮は本当にまずいの、ね、実際にはね、皮、身の間にあるね、その空間のところに詰まってるね、謎の臭いやつが超まずいんだけど、これは全くない。で、念仏台の味と比較 しようと思ったんだけどね、念仏台がどこにいたか忘れた。さて、最後の一つになってしまいました。いただきます。食後と言ったら、じゃじゃん。三つのサイダー。こりゃうまーい。お味はね、寿司屋でマダイ切らしてる人。大筋石持ちか。念仏台を使えば多分バレない。それでは皆さん、Have a nice day!早速いやいやながら降りていきたいと思うわ。めちゃくちゃ怪しいわ、発見したんだけど。さあ、チェンシュ。待って、木津ガニ、痛い。入れ。よしよしよし。